オットー・ヴィル・ヘルム・トーメは、ドイツの植物学者である。1885年に出版された、ドイツ、オーストリア、スイスの植物の記述を加えられて、クリプテギャモン・フローラ・フォンド・イッチュランド、ドイツ、オストライヒウント・デア・シュバイツとして1903年に、再刊された。ウィキメディア・コモンズには、オットー・ヴィル・ヘルム・トーメに関するカテゴリーがあります。フローラ・フォンド・イッチュランド、 オストライヒウントであしバイツとみは、植物の学名で命名者を示す場合に、オットービルヘルムと梅を示すのに使われる。ありがとうございます。